完全には近づくと思うんですけど、ちょっと過剰なような気もするし、そうやっぱバランスが本当に難しいなって。もういろんな事情もあの社会のあの関心がすぐに虐待に向いていて、あの去年は15万件もあの通告があったんですね。それ4年前から見ると4倍ぐらいに増えているわけですね。で、まあ、これからあの、まあ、人員を増やすというふうに言ってるんだけど、それは間に合わないと思うんですね。だから根本的にまず子どもの安全を優先するというのは、これ厚労省がもそれ通知をしているわけですね。それきちんとやっぱり徹底するためには、まずやはり警察の、 あの早いあの会あの参加というか参与ということは重要なことだと思います。まあ、厚労省のブロックチャットというのがあるんですよね。一時保護ということに関して、厚生労働省が出しているガイドラインの中にあるんですが、はい、こういったブロックチャットがあるんですね。ここから見ていって、今回の、まあ、例えば先ほど問題として挙がった夜中に一人で歩いて4歳保護されたというところに関して、これでいうとどうなってくるんでしょう。もう4歳なので保護を求めると同行者はできませんけど、すでに重大な結果があるということを夜間の徘徊ということで、それを重大な結果の判断するかどうかなんですね。ここでイエスになると思う、ね、そう、イエスに私はなると思いますが、これがイエスじゃなくてノーだとすると、重大な結果の可能性が高い、それをつまり徘徊が重大な結果じゃなければ、まあノーになっていくので、一時保護にはならない。この流れでね、まあ、だから判断するケースってこのフロートチャートだけでは難しいと思うんだけどね。他の国民にたくさん考えないといけないですよね。さらにこの専門家の方も話を伺ってるんですよね。そうですね、この一時保護の判断の難しさというところ。